はい。こんにちは。わ、と、み、は、く、の。面白い。すっげえ音が返ってくるよ。やまびこってこんな感じなんだろうね。あれ？もう返ってこない？あ、いや違うな。入り口だけだね。入り口面白いっすよ。入り口は結構音が反響してて面白い。うわ、涼しい。汗かいてたからすっげえ気持ちいい。素振りじゃないんだね。はい。この奥が、そう、じゃあ、うちね、集落、さっき言ったところあるじゃないですか。じゃあ、あそこが、このトンネル抜けた後だと思ってたんで、ということは、このトンネル抜けた後は何があんだって話だよね。ドリフのコントみたい。歌ったらどう？これ。どうせ誰もいないでしょ、ここ。歌っても恥ずかしくないでしょ。せーの。命かけてと誓った日から素敵な思い出残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛を。あ、音が外してしまう。いや。音程外したからもういいや。もう一度、響く。歌の練習に使います。なんだこれ。パンツ？なんだこれ、君ね、触りたくもねえわ。 ここはね、さっきの説明するの忘れたわ、歌ってたら。あそこ、車よけのところですよね。で、カーブになって抜けて、うっ、やべ、バッテリー切れた。抜けてですよ。いや、バッテリー切れたんか、これ。私のバッテリー切れて、どこで大きくするんだっけ、ライト。見えねえんだけど、あ、ここか。触っちゃったんだ。ちょっと焦ったよね、トンネルで、ライトが切れるの。はい、後ろ。これ前来た時、なんかご夫婦がハイキングウェアみたいなやつを着てって、ここ歩ってってたのよ。だからもしかするとハイキングコースなのかもしれない。本当？ どんな感じ？昨日雨降ったからこんな感じだね。ここ車来ないからいいね。わっ、すげえ。この音の返り方わかるかな？0.5秒ぐらいで帰ってくる？いや、カエルの歌が聞こえてくるよ。臨床できます、臨床。 面白い、面白い。やばい、ここ面白い。あ、ここあれか。向こうの端につながる道か。一周するだけだね。
うん、後ろでなんか解説してるわ、遅れてうちの。あ、ダムになってんだな、ここ下な。うん、なるほどね、そういうことね。じゃあ戻ってみます。 4K で行きます。でも 4K で撮ったって面白くないよね。うん、 4K はいいや。とりあえず戻ります。ばよはど。これ音の反響が面白いわ。パパドレミファソラシド。自分の声ってこんなこもってんだ。あれ、もう帰ってこない。これ入り口だけだよ。入り口は楽しいです。ぜひね、家族連れでね、ここに来てね、入り口で歌ってみてください。結構面白がって30分ぐらいなんかやりそうだよ、子供。うちもなんかそんな感じしそうだもん。面白いよ、本当に。意外に落書きがないんだね、真ん中ぐらいはね。消したのかな。もともとライトかなんかついてたんだね、これ四角い跡があるから。さすがにこうやると真っ暗だな。しんちゃおハロー、ナマステ、スミラー、違うか、クトーテ、違うな、挨拶じゃねえわ。もう最後の2つ挨拶じゃないです。こんにちは、大丈夫だ。これ大丈夫だ太鼓とかやったら面白そうだな。ポンポンポンってことし、面白かったな。ここ面白いな、音。ここで歌録音しようかな。ここで歌録音するの、人たまに来るんだよ。ダメだろ。不思議だよね、音がボンボン反響してさ。はい、後ろ。あんまないですよ、これ心霊スポットじゃないですからね、ここはね。ただミツさんが来て楽しそうなトンネルだなと思ってきました。これさ、やっぱりどっかに右に曲がる道があったのかな。あるんだよな、多分な。だってあの山塚集落っていう名前でいいのかな、あれの後ろ側に道路が見えたんだよ。Google の方で見たのかな、10年前のナビかな。まあいいや、ちょっと後で見てみようかな。とりあえず帰り道はちょっと登らなきゃいけないんで、喋りながらはちょっときついから、トンネルの入り口で終わりにします。ちょっと今カメラのブレブレになってますけど、なんでかっていうと疲れたからです。はい、後ろ。さすがにもうあれだべ。大丈夫だ、明るいだ、明るくなかった。もうね、あの飲み物欲しい。ダメだ、きつい。以上、山塚トンネルでした。なんて読むか分かんないですけど、来るには十分な水分を
持ってください。じゃあ一旦切ります。